はい、どうもさっきの続きですって言ってね、まあ続きなんてないんですけど、俺が無理やり作ってるだけなんですけどね。あ、そうだ、トレジャークルーズがもうアップデート終了だ。1時から6時で5時間連続アップで、びっくりしちゃうわね。メンテナンス中だぞ。お得意の1時間伸ばす。だったらもうちょっと多めに余裕持っちゃえばいいのにね。余裕持って長めにしちゃえばいいのにさ。まあ夏休みだから許すけど。いや、どこぞのやつ俺。ごめんね。クレーマーすぎるな、俺。全然一歩間違えてもゼロ歩間違えてクレーマーなんだよ。もう俺はクレーマーなんだ。夏休みだから許すけどってね。ニートの分際で許すも何もしねえよって思ってる方がね、まあね、この運営の方多数いると思います。おっしゃる通りじゃねえよ。なんで死ななきゃいけねえんだよ、俺が。先に怒っとくっていうね。謝っとくんじゃないんだよね。先に怒るっていうね。まあ、いますからね。俺だよ。いるんだよ、ここに。いますからね、つって、ここにいるんだよ。なあ。びっくりしちゃうわね、っていうことでね。何個人格あるんだろうね。夫人が出てきたり、なんか変な、への音がな。へ圧へのガス圧音圧がね、足りねえ、やっぱ。なんかもう波動砲くらいの勢いでヘが出ないと、やっぱ YouTuber として、まあ、YouTube で動画やってる身として、こういう不潔人間っていうか臭い人間、デブ人間としてやっぱ、もうデブはでけえヘ出さなきゃダメなんですよ。固定観念があって、そのみんなの期待に応えるべく、でけえヘかまさなきゃいけないんだよね。臭いヘはもうダメじゃん、そんな。嫌だけどもうでけえヘ、でかくて臭そうなヘをね、出さなきゃダメなんですよ、俺は。それが仕事ですから、言っちゃえば。うん、ああ、まあね、それが仕事ですからね。すごいね、ベッドの上でお菓子食ってるから、またアリンコが来ちゃうな。友達になろうかな、アリと。嫌だ、嫌だ、絶対になりたくない。うわ、ダメだな。子供の頃のピュアさがないな。もうベッドの上で菓子食うのがなんか、最初はすごい背徳感に見舞われてたっていうか、食べていいのかな本当にすごいキョロキョロしながら食ってたんですけど、これ心の中ね、心の目で見てただけで、いやでもドキドキしながら食ってたけど、今普通に食ってるからな。ダメだな、人間として。ちょっと、あ、人間としてダメだからね、人気が出てほしいよね。あ、トッポうめえ、ビタートッポ。生意気って言葉俺嫌いだけどね、なんか。子供だからとか。俺のお父さんよく生意気って言うんですよね。もうその度にちょっと殺したくなるんですよね、本当に。生意気だなって言って、うるせえよって俺言いたくなっちゃうんですよ。でも言わないですよ。絶対言わない。お父さんも多分やばい人だから。真面目すぎてやばい。真面目すぎてお父さんやばい人だから、もうかかっちゃいけないんで、お父さん。すごい真面目なんですよ。超つまんないんですよ。俺が面白すぎるのか、俺がつまらなすぎて一周、逆三周目くらいです。僕つまらなすぎるのかもな。でもこの話し方ってむちゃくちゃつまらないやつの話し方だよね。でもよく聞けば面白い風に見えるかもしれないけど、ちょっとね、まあ、脚立のサイズを上げてみればつまんなってなるよね。でも最近喋るのが好きなんだけどね。俺の習慣はなんかね、2週間に1回2連続、2日連続で喋る日があるんですよ。あ、お菓子食って喋るの向かないな、なんか。あ、ペットボトルで飲み物欲しいんだけど、今はね、うちにあるペットボトルは多いお茶、あと非常用の水しかないんですよね。だからもう非常用の水飲んじゃってもいいけど、ダメじゃん、それは。ちょっとね、道徳が許してくれないんで、あと人徳ポイントも下がっちゃうんですね。もう人徳ポイントが上がってね、何ポイントか貯まったら絶対ね、好みの可愛いことでなんかイチャイチャできるっていう権利、人徳ポイント貯まれば絶対いい子であるから。目には見えない人徳ポイント。可愛い子好きだ好きだ、すごい気持ち悪いですね。下手したからこれサイコパスの世界じゃ捕まってますよ、これ。サイコパスの世界あんま知らないけどね。犯罪係数とかでも見なくても分かるな。こいつやべえなと思って。捕まえなきゃな、でも。あの銃でね、エミネーターだっけ？ドミネーターだっけ？あれで見なくても、あ、これ逮捕だなってなっちゃうよね。潜在犯って結構やめてほしいよな。俺絶対引っかかっちゃうもん。
俺絶対人生で犯罪はしないけど、絶対潜在犯として俺はなっちゃうもん。俺はね、絶対俺潜在犯。潜在犯なんだけど、絶対犯罪はしないんだよ。俺はこの人生で多分ね。まあ、ちょっとね、知識がなくて犯罪しちゃうと、まあ、それが犯罪なんですけど、まあ、ちゃんと知識つけなきゃな。大体何個か俺犯罪犯してそうだし、知識がなくて。ネット犯罪とかみんなやってるでしょ、大体。一人なら行けることもあるんだ。見つけたものより鼻くそほじるよ。君に相談もせず君だけもふふふふふ恋の伝説に愛は知らない ryuchell が妻とこの名前を刻んだタトゥーをして賛否みたいなニュースに、せっかく結婚や子供を持つことに対して真摯な人だと感心したのに、キラキラネームと刺繍って呼んじゃうの、入れ墨の件で、がっかり。愚かだしバカっぽい。愚か？バカっぽいは悪いけど、愚かってなんだよ。なあ、おめえら愚民どもに言われたくねえや。バカっぽいはいいよ。愚かだしってどの目線から言ってんだよ、平民がや。愚民だった。ダメだな、俺、貴族のなんか怒ってる人、キレゲーの貴族じゃん、これは。と言ってる人がいて、すっげーイメージついてたんだけど、別にリューチェルは他人の理想のために生きてないし、やっぱ他人のイメージの奴隷にはなっちゃダメだよ。あ、これは真島さんが言ってたな。他人のイメージの奴隷にはならないって。もううるせえって。俺は俺なんだよって言ってみんな生きなきゃダメだよ。まあ、理想なんてエゴですから、やっぱりね。エゴ大好き。エゴイズム TV。最近スノビズムっていうのがなんかアッシさんっていうね、河本博太さんの名言とかね、どっからか引っ張ってきたかわかんないね。ちょっとグレーなね、ライブ映像とかをね、引っ張ってきてる人がいるんですけども、その人のね、名言で、まあ最近は名言、まあ厳しくなってから多分名言ばっかなんだけど、名言も嬉しいんだけどね。うん、スノビズム。交渉ずらしたら終わりだよなって。ライブとかバンドっていうのはって。いいなーって思って。まあ、それは河本さんの意見だからね。いいなーって思っちゃう。俺も、やっぱね、ガキンチョだからね、信じやすいんだよ。パンツ見えちゃう。俺のね、誰も得しないパンツが見えちゃう。うん。得してほしくないけどね、俺のパンツ見て。いやーもう、みんながみんな俺をキモいって思ってほしくはないな。でもなんか逆に無理だよな。すっげー好みの可愛い人が、俺のことをもし好きって言ってくれても、それっておかしいじゃん。得意点にも程があるじゃん。なんか俺悪いことしたかなって逆になっちゃうね。うん。悪いことの始まりみたいだよな。でもな、俺がお金持ちにならないと絶対に可愛い子にモテないもんな。お金持ちになんだけど、俺にお金しかないんだよね。お金稼いでないけど。お金のパワーで、うん。お金のパワーが一番怖いんだけどな。なんかそういう女性って大体なんか最後の最後までなんかさ、DV だなんだとか言ってすごいお金持ってっちゃうんでしょ。怖いね。女怖えわ。いや、人間が怖いんだよね。女が怖いんじゃなくて人間が怖いんだよ。そこをやるね。まだね、クソうるせえババアどもがなんか差別って言ってくるからさ、クソうるせえジジイども言ってくるかもしれないけどさ、いやーまあね、まあ、僕の表現はすごい汚い表現なんですけどね。それで言葉遣いが汚いっていうやつも本当に全員幸せになってほしい。うん、もう幸せになって、もう YouTube なんか SNS に二度と顔出さないほしい。幸せになってもう充実しすぎてね、 SNS 出すもん。俺は最近ね、そういうやつに地獄に落ちろって言わないようにしたんですよ。もう幸せになれば考え方改まるから。まあそれでゴミだったらマジで地獄に落ちろ。幸せになって心の余裕ができたとしても、お前がもしね、そういう考え方に変わんないんだったら、マジでなんかもういろんなもの引き裂かれてしね、本当に。それはさすがになる。幸せになっても考え方を改めないんだったら、心の余裕ができてもね、大体そういうゴミみたいなコメントするやつって心の余裕のねえ人間だから。大体今ね、うわーっと落ち込んでる人だから。
もしくはその私生活の鬱憤を晴らしに来てるゴミどもだからさ、ダメなんだよ。俺はその攻撃的な人に攻撃的なんですよね。まあ何もしてない人にはなるべく攻撃的にはしないようにしようかなって、悪者って言われちゃうんだよ。でも悪気ないやつが一番ムカつくんだよね。悪気ないっていうか、悪気ないってドラゲないかい。だからダメだダメだ、今のは本当に俺に編集技術があれば全然カットしてるって。いや誰でもカットくらいできるわ。キュートカットでもな、アマゾンのねスマホ版のあれだぞ、あいつでもできる。スマホ版の無料編集アプリでもできるわ。 iMovie でもできるよ。ちょっとねおなら出そうとしてね、すごいね声を出しちゃいましたけど、まあなんだ、お水欲しいな。最近は俺あんまり顔を出さないでね、やっぱ俺顔を売りにしてないんでね。確かに面白い顔や面白い身なりとか面白い清潔感とか面白い匂いとかありますけど、まあね、あ脇臭かった。もうねこうやってね、このなんだろうな、あの陰夢界隈かしたら野中先輩のねポーズになるんだけど、このねあの手枕、ハンド枕した時にねこう脇が開くんですよ。臭いな俺の脇。うわーもうやだなー、くせーよー。うん、俺も修学旅行行った時にね、いいやつなんだけど超脇がくせーやつがいるんだよね。うん、いいやつなんだけどね超脇くせーんだよ。ですごいなんかさ、 USJ に行って USJ のなんかあのハリーポッターのなんかすごいなんかビニールハウスみたいなところでもうくせー密封されて、もうね不快だった。雨だったし、もうね雨だとやっぱさ臭い匂いとかがねもう多分3割増しくらいになるよね。うん、マジでもう臭いやつは嫌いって、俺が一番臭いんだけどな多分。いやー普通に中学校の頃隣になった女子とも口臭いってずっと言われてたからね。俺すごい口臭いらしいんだよ。うん、中学校の頃、今はもっと臭いと思う多分。もっともうねもう右肩上がりですよ。業績かっていうね、ドラマの時のいい時の業績かって。いやいい時はいい時だろ、いい時だから右肩上がりなんだろな。もうねすごい、俺は今すごい口臭い。下が真っ白なんですよね、下ゴケが。だからメグインさんの下みたいなね色なんですよ。でもいいよね、なんかロックやってる人とか、ロックでこうやって、ね、これをロックというのか分かんない、このポーズやって舌ベーって出してる、いいよね。幸せだよねあの人たち、舌が綺麗だもん。俺口臭いから舌真っ白なんだよ。ベーって出すと多分本当にね、コンテンツロックがかかる。まあ、コンテンツロックって今適当に作ったけど、あの、未成年の方は見ちゃダメだよ、みたいな。ね。親の同意のもと見てください、みたいな。その、ね、年齢指定が出ちゃう。15歳以上もしくは20歳以上の作品になっちゃうんだよ。俺が舌をベロって出しちゃっただけで。俺は口がくせえんだ。もし俺が人気になって、街中で可愛い女の子に、はじめ、清志郎さんですかって言って、あ、そうですーって言って、みんなが離れていっちゃうんだよ。嫌だな、口臭いの。でも歯磨きしたくねえな。でも、歯じゃないんすよ。歯も原因はあるけど、やっぱ舌とか、なんか、脳腺だっけ？歯、なんか、口の中のさ、口腔内の、あの、この口内炎とかができるところの、もっと奥のところとかが原因らしいよ。うん。あと、リューチェルの場合は、らしい。胃袋から匂いが出てるらしい。リューチェルさんもすげえ口臭いらしいよね。最近人気になってるけど。口が臭くなりすぎて、なんか葉っぱの匂いがになったんだってね。毒属性からね、草属性になったんだよ。葉っぱの匂いだよ、口から。すごいなぁ。セイキンの息子の作文、僕のお父さんはヒカキンの兄ですひどいな。妻より稼いでるから夫は家事しなくていいとか言う人いるけど、一番大事にすべき相手に対して金銭でマウント取ろしてるの心底気持ち悪い。うわぁ、そうだな。確かにマウントとかじゃないけどね、マウント取るだけ取って家事すればいいんだけどね。でもそれクソだよな、マウント取るだけ取って何もしないってね。あーめんどくせえな、そういう夫婦関係。家事もしなきゃいけないし、お金だ、やっぱお金で。なんかお手伝いさんにお金払って、
家事やってもらおう。そしたらもうみんなバンバン剤なんだよ。金だ金。だからもうね、任せなくていいんだよ奥さんに。お金でお手伝いさんを雇ってね。でなんか日本だけどチップも多めにあげちゃってさ、文化ないけどいつもありがとねってチップ多めでやっちゃえばいいんだよ。あ、どんどんごめんなさいね、後ろの空気ごめんね、外の空気ごめんね、外の酸素窒素ごめんね、本当に。あ、二酸化炭素もいたか、ごめんね。うん外の空気に謝るっていうギャグね、笑ってくれるかなみんなこれで。いや壁に謝れよ、まず壁と布団に謝れよ。なんなんだお前。よくあるよね、外の空気に謝って。だから社員で、社員当たりの強いね、バイトに当たりの強い店長みたいなことしてんじゃん。内部の者たちには気遣いしてないのに、外の人にごめんねって。聞こえてもねえのに、外の空気が聞こえてねえよ。うん、なのにこのね、布団と壁とかね、このね、マットレスとかカーテンとかに謝んなきゃいけないのに、これを映してるカメラもだよ。そういうのに謝んなきゃいけないのに、こういうのに謝るってね。だからバイトに当たりの強い店長だな。店長とかもしくはバイトリーダー、バイトの分際でよ、リーダーになっただけで人に当たり強くなんなよな。お前の弱さなんだぞ、人の当たりに強くするのは。だから俺は人当たり強いんだよ、むちゃくちゃ弱い人間ですねえ、俺はもうダメなんですよ。人に当たるのがすごい強いんですよ、嫌味を言ったり。当然友達できないわそんな人間。嫌味言ったりさ、どうでもいいことでなんか話し合おうとしたりさ、まあね、くだらないことでね、とんでもなくね、7時間くらい喋ってやろうかなとか思う魂胆があるんですよ。もうダメなんですよね。人間関係を育むために生まれてはないんですよ僕は。人間関係に不向きすぎるな。まあみんなもそうですよ、僕の動画見てる人もね。まあ決めつけるわけじゃないですけど、まあ人間関係はね、あんまり、いや人間関係って無理なんだよな。人の心が、俺みたいに正直だったらさ、あんた臭いね、口臭いね、でも可愛いねとか、なんか正直じゃないんだもんみんな。正直にやったらバカ見る世界だからって言って、みんな正直じゃないんだよ。俺こんなネットに正直に言ってる人いないだろなあって言って、これが嘘かもしれませんけどね、演技かもしれませんけどね。あ、でも僕外に出たらこんなんじゃないですから。もう普通にね、ただのデブですから。デブメガネの体臭きついやつで、口臭くて、だからもう俺の良さが何も出ないですよ。優しくもないしね、困ってる人がいても助けないし、手伝わないし、何かやろうとも気配りもできないし、で面白いことも外では言わないんで、外で会った時の俺はみんなが一番出会いたくない陰キャの害です僕は。はい、もう陰キャの、もう陰キャが悪いわけじゃないけど、もうダメな人間なんじゃない、外にいるのね。でも限られた空間、誰もここで聞いてない、僕の話を聞いてない空間でね、一人で喋る。まあこれが友達がいたら、もう友達だったら、まあ、いないんだけどね、友達なんて。だからそろそろ友達いないから、もうアマゾンでぬいぐるみ買おうかなって。ぬいぐるみ3体くらい買って、それをそいつらをね、なんか名前をね、ジャンボジャンボジャンボって名前と、ジャンボとジャンボジャンボとジャンボジャンボジャベリンガルっていう名前にしようかなとか思ってるんですけど、なんかね、もうダメなんだよな。口臭いし、口臭いと可愛い子逃げてくよ。もうただでさえこの容姿、体臭でね、メガネかけてる子もダメダメなダメなね、見ればわかるダメなやつやんって、宮川大輔さんがテレビ越しで言ってこす来そうなくらい俺ダメな人間なやつが口臭いんですよ。で外だと全く面白いこと言えないんだよ、外だと。もうダメじゃん俺。ああ、可愛い女の子とイチャイチャしてよ、いや努力しろよって。いや努力したくねえよ、そのために努力なんかしたくねえよ。だからもう一生できませんもうダメだよ、そのために努力しろよね。まずは口臭は直せよ、爪は切ろうよしっかり。あと爪すごい汚いの、爪むちゃくちゃ長いんですよ俺。あ、まあね、ネイルしてるね女性と比べたら短いかもしれないけど、でもその代わりにね、俺内側にネイルという名の爪垢がありますから。内側タイプのネイルじゃなくて、これ普通に爪垢。爪垢っていうのは体の垢ですね。体よくかきむしってるんですよ、かゆいなーって言って。頭とかかいたり、なんかすごいかいたりしてるその垢が、今ね、多分太もものなんか裏かな。いや、そんな解説しなくていいよ。太ももの裏とかよくね、なんか寝てるんでね、背中とかね、かいてるんですよ。それのね、垢が指についちゃうんですよ。あー、もうダメだ。くそー。
口学生よ。あーどうしたらいいんだよ。いや、もう舌磨けばいいんだよ。歯磨きすりゃいいんだよ。簡単だろ。でもなーなな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 、可愛い子っていうよりは好みの人だな。好み人間大好き。好み人間っていうこと によってキモさがちょっと緩和されてない？確かに人間としてのなんか新しい単語によって気持ち悪いなっていう、そっちのベクトルっていうか、そっちの方向性の気持ち悪さは生まれるかもしれないけど、好み人間っていうことで人間全般になって、俺のそのスケベな感じとか、そういうねキモい感じが緩和されてないですか？ないですか？ああ、そうですか。されてるだろな、あどう考えてもあるじゃん。あ、ないですか、そうですかって一人でやるギャグに俺はキレて、されてるだろって怒るっていうね。絶対されてるじゃん。あー、好み人間大好きだーって言ってる人って、まあ確かに頭はおかしいけど、そっちのベクトルっていうか、そっちの方向性でってね。あ、これセットです。そっちのベクトル、いや、そっちの方向性でって、これセットです。はい、半チャーハンセットです、これは。はい、半チャーハンよりやっぱ大チャーハンだよなーって。チャーハンうめえとこはほんととことんうめえんだよな。うん、チャーハン大好き。あ、そろそろ喉のね調子が悪いんで水を取りに行ってくるんでね、一旦やめます。一旦やめるけど、だからといって